クリークシェレルップ彗星は太陽系の周期彗星である。1902年にニュージーランドのジョン・グリックが発見し、次の接近時の1922年に南アフリカで働くオーストラリアのジョン・シェレルップが再発見した。1987年にはルボルクレサックによって1818 18年にジャンルイ・ポンによっても観測されていたことが明らかとなった。 木星に何度も接近し、その重力の影響で大きく軌道が変わった。例えば、近日点距離は1725年に0.77、天文単位、1922年に0.89、天文単位、1977年に0.99、天文単位、1999年に1.12、天文単位と変化している。近年の近日点では、 地球軌道の近傍を通過するため、ジオット探査機の探索の候補となった。ジオット探査機は1992年7月10日にグリックシャレルップ彗星に2 0 0トルの距離にまで接近してデータを採取したが、1986年にハレー彗星を探査した際にカメラが故障していたため、画像の撮影はできなかった。1972年、 この水星が4月23日頃に南半球で見えるともザパイ流星群の原因となっていることが発見された。水星角の直径は 2.6km と推定されている。ありがとうございます。